メロードの祭壇画は、初期フランドル派の画家ロベルト・カンピンが描いた三連祭壇画。ただし、カンピンが描いたオリジナルの三連祭壇画からの複製画ではないかと考える研究者も存在する。現在、メロードの祭壇画を所蔵しているニューヨークのメトロポリタン美術館では、ロベルト・カンピンと助手の作品であるとしている。さらに、制作年度もはっきりとはしておらず、 1422年以降、おそらくは1425年から1428年頃ではないかとされている。メロードの祭壇画は、ニューヨークのナショナルギャラリーが、ヤンファンエークの受体告知を1939年に獲得した後、ニューヨーク、ひいては、北米の所蔵になった、最も優れた初期フランドル派の作品だと、議論されている。 ロベルト・カンピンが描いた絵画の中で最もよく知られている作品で家庭的な雰囲気にあふれた室内描写と窓越しに見える都市の風景描写とで構成されている。現在はメトロポリタン美術館の別館黒いスターズに展示されている。ベルギー王立美術館が所蔵するロベルト・カンピンの三連祭壇画の中央パネル、メロードの祭壇画の中央パネルと同じく 受体告知が描かれている。メロードの祭壇画は中央パネルと2枚の両翼が蝶次街で組み合わされている典型的な三連祭壇画である。中央パネルは比較的小さく6 4トル x 6 3トル両翼は6 5トル x 2 7トルとなっている。この作品は教会や修道院ではなく 個人の注文によって描かれたと考えられている。当時の個人的依頼によって描かれた宗教画によく見られるように、この作品にも左翼パネルに従者の男性の後ろでひざまずいている依頼主の女性の肖像画が描かれている。この女性像には一旦この作品が完成した後に別の画家の手によって修正が加えられた形跡があり、これは 依頼主の女性が結婚したことによるものではないかとされている。中央パネルの窓にあるステンドグラスに描かれた紋章から、この女性は1427年のトゥルネーの記録に残っているメヘレン近郊の富裕な商工業者の一族である。中央パネルのモチーフは受胎告知であるが、聖母マリアが書物に目を落としたままで来臨した天使に気づいていないことから、 マリアが神の子の受体を告げられる直前の場面を描いたものである。天使の頭上には十字架を持ち、マリアに向かって降臨する小さなキリストが描かれており、マリアが神の子を見ごもることを暗示している。右翼に大工の姿で描かれているのはキリストの矢吹吉吉夫セフだが、これは受体告知を描いた作品としてはあまり例のない構成と言える。 マリアとヨセフが結婚したのはマリアが受胎告知を受けた後のことであるが、この作品では、婚礼前の二人が同居しているかのような光景で描かれている。この絵画は市場に流出するまでは、ベルギーの貴族アレンイコールメロード家が所有していた作品だった。同じくカンピンが描いた受胎告知の別バージョンではないかとされる三連祭壇画の中央パネルが、 ブリュッセルのベルギー王立美術館に所蔵されている。聖ヨセフが描かれた右翼図像学には多くの宗教的象徴の研究が含まれ、現在でもその内容や意味についての解析、議論が続いている。絵画に描かれたネズミ捕りに着目し、最初にそのグルの研究を行ったのはアメリカの美術史家メーシャピロで、後にドイツ人美術史カイル・ビンパノフスキーがこの学説を、 拡張、進化させ、調度品や建具などの詳細な書き込みにも多くの具意を読み取ろうとした。この学説の有名な議論対象になっているのは、ほとんどが初期フランドル派の絵画作品である。後世になって他の芸術家が描いた受体告知にも、初期フランドル派の画家たちが最初に受体告知に導入した何らかの具意を示すと考えられている対象物が取り入れられている。 聖母、マリアの前の宅に置かれた巻物と書物は、旧約聖書と新約聖書の象徴で、マリアとキリストが聖書に記された予言の成就を担う存在であることを意味する。陶器の花瓶に飾られた百合は、マリアの純潔を表す。マリアの後方にあるベンチの手すりの獅子は、おそらく上地の座あるいは、ソロモンの玉座の象徴であり、このような獅子像は、ヤンファンエークの、 アルノルフィーニフサイゾーの背景に描かれた椅子にも描か,かれるなど他の絵画にもよく見られるモチーフとなっている。中央パネルの背景には室内を描いた絵画にはあまり見られない水場が描かれている。おそらくこれは聖職者がミサを司る時に使用する聖水盤を意味する。十六角形の卓はヘブライの十六名の主たる預言者の暗示である。通常の作品では クは祭壇の役割で描かれ、大天使ガブリエルが聖職者の祭福やコープ姿で描かれることが多い。ヤンファンエークの受体告知と同様に、メロードの祭壇画にも受体告知とミサ、生体の秘跡とを関連づける様々なものが描かれている。ベンチではなく床に座るマリアは謙遜を意味し、マリアの衣服のひだに反射する光は星のきらめきを表す。 これにはマリアを星になぞらえる様々な神学上の意味が込められている。右翼パネルには大工の姿で聖ヨセフが描かれている。ネズミトリはキリストが将来捕獲されることと悪魔の誘惑を退りけることの象徴で、セアウグスティヌスの言葉、主の十字架は悪魔を捕らえるネズミトリ、キリストの死によって悪魔は打ちまかされたの因由となっている。ネズミトリが 窓の外に置かれていることにも意味があり、誰もが見ることができる場所に、おりのように置かれていることが、キリストは悪魔を捕らえるための餌であるということを、表している。また、ヨセフは、ワイン作りに使用する道具を製作しており、これは、キリストのチタルワインと受難を意味している。ありがとうございます。